ベルサイユのアルテミス像月神は月を神格化した神。太陽神が権力や支配者と結びつけられるのに対し、月神は寿命や生、庶民と結びつけられる。また、日本神話にツクヨみが捕食人を殺し、その死体から穀物が生じたという神話があるように月と農耕が結びつけられる場合もあり、類似するハイヌーエレ型神話は他の民族にも見られる。 セレーネーとエンデュミオーン、ヘカテイ太陽が1日周期で軌道を持つのに対し、月は1ヶ月周期の軌道を持っている。そのため、多くの文化で女性の月経周期と案に関連付けられ、多くの語族では、ガツと月経という語句が結び付けられている。ギリシア神話のポイベー、アルテミス、セレーネーや中国神話のジョーガのように、有名な神話の多くは月神を女神としている。 他方、男性の月神としては、メソポタミア神話の神や、北欧神話のマーに、日本神話のつくよみなどが挙げられる。これらの文化は一般に、太陽神を女神としている。ギリシアやエジプトの文明では、月神信仰が一般的に行われていた。例えば、テーベで信仰されたエビストコンスはどちらも月神である。エジプト神話の塔とも、 また月神とされるが、ビビスやコンスよりも複雑な特徴を持っている。原初の陰王系宗教における月神は、オガミであった。ギリシア神話のアルテミスのように、元来は月神としての性質を持ち合わせなかった神で、古代末期にセレーネへと集合されるようになった者も,もいる。ローマ神話のディアーナとルーナもそれに類似する関係性である。オガミでは、 ギリシア神話のヘルメースはトートなど、エジプト神話のオガミと同一視される場合があった。また、ギリシアでは、スパルタの英雄、メネラーオスにも、決心の性質が見られる。ヒンドゥー教のチャンドラという語句は、ガツを意味しており、カルバチョートや日食、月食の際など、多くの宗教祭儀において、重要な役割を持っていた。月は、中世から近現代に至るまで、 マドンナ・オリエンテの崇拝など、ウィッチクラフトにおいても信仰される。それらの信仰は、芸術や文学に顕著に表され、また、先生術や進学にも、特徴を残している。ルナ・ー・ディエティの意味英和辞典、ウェブリオ辞書世界大百科辞典、コトバンクハット AB、月神とは、コトバンク。2017年10月27日閲覧。ハーディング、エステル、M ・エム。 ウーマンズ・ミステリーズ、エンシェントモダン、ロンドン、ライダー、1971、P24、ボイラン、パトリック、セス、ザ、ヘルメス・オブ・エジプト、エース・タディ・オブ・サム・アスペクツ・オブ・ティ・ロジェクル、ソート・イン・エンシェント・エジプト、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、P75、ハット・デクスター、ミリアム・ロビンズ、プロト・インド、ヨーロピアン・サン・メイデンズ・アンド・ゴッツ・オブ・ザ・ムーン、マン・カインド・コータリー25、 1&2、ピアニッシュも137-144。ありがとうございます。